おはようございます、クワでございます。本日はですね、ラオス4日目とかでございます。昨日ね、かなり民族に会ってきて写真も撮らせてもらってもろもろしたので、今日はちょっとね、自然の中でゆっくりしたいなと思って、なんかカヤックができるのがあるよって言われたんで、カヤックやって自然の中でね、ゆったりして優雅な時を自然の中でね、ゆったりして優雅な時を過ごせればいいなと思っております。例によって朝ごはんは食べずになんですけども、9時に集合場所に行くっていうことなんで、今あと15分ぐらいしかないんで、正直ちょっと急いでます。では行ってみましょう。行動開始でございます。まずはね、先ほど言った通り、カヤックに乗るためにツアー会社ガイドさんがいる待ち合わせのところにね、帰りたいと思います。今日の天気は曇りっぽくて、あんまり快晴ではないんで、正直それが昨日と今日が入れ替えだったらポートレートもうまく撮れたのにな。ちなみに僕がガイドを頼んだのはこの緑の看板のちっちゃいとこですね。はい、というわけでですね、今からカヤックに向かいます。オールがあったり、車の上にはカヤックついてます。今日も来ました、この街で一番大きいマーケットです。カエルくん、やってよ。マスタードを飲みに来ました。買い物の商品マスリー、どれ。ご飯を買いました。バッファローの肉と魚ともち米です。ここはスタート地点っぽいですね。あんまり綺麗じゃないですけど着きました。もろもろ準備してもらってます。ここはね、多分出発地点でこれがカヤックです。結構汚い川。ちなみにガイドは昨日も一緒に飲んだコウさんです。このカヌーで行くっぽいです。というわけで川に出ました。ワニとかはいなくて魚だけっぽいです。お前はただ漕いでればいいって言われました。静かでいいね。水が漏れてきてる。水がだいぶ漏れてきてます。村に到着しました。はい、というわけでですね、漕ぎ始めてちょうど1時間ぐらいで村に到着いたしました。ランタンという村のビレッジですね。ヤギ。ランタン村をまた出発して、さらに川を下っております。いいとこですね。のんびりできます。日差しが結構強いんで暑いっす。この辺でランチみたいです。歩かせるよね。どうやらここがランチスポットですね。というわけでですね、びちょびちょでございます。
今11時41分、さっきの村から、村に入ったのが10時50分ぐらいだったんで、ちょうどね、村に入村してからもう一回移動して1時間くらいちょうど経ちました。でも漕いでる時間はね30分ぐらいでそんなに長くはなかったんですけど、結構ね日差しが強いのと、あともうオールが漕ぐのがめちゃくちゃしんどい。あとサンダルでやっぱり来ればよかった。というわけでですね、お昼ご飯を食べて、多少お昼寝をして大津の位置に戻ってきました。ここからまた川下りが始まります。やられてます。何の変わり映えもしないですが、ここがナムハ国立公園です。何の変わりもわからない。いいというわけでですね、4時間ぐらいかけて川を下って、ここが終着地点でございます。結構でかい村にございます。腕が筋肉痛でございます。ちなみにですね、今回のカヤックで大分濡れました。ポケットは大丈夫だったんですけど、ポケットの下からお尻にかけて全滅ですね。びしょびしょでございます。というわけで、なかなか大変だったんですけども、無事、終えることができました。結構筋肉痛だました。これからね、街に戻りたいと思います。というわけでカヤックが終了したので、無舗装の道路でガンガン街に戻って、知らないおっちゃんも一人乗ってる。というわけでですね、カヤックツアーを終えて今戻ってきました街に。かなり疲れてあれなんですけど、飲み物だけ買ってねホテルに戻りたいと思います。一瞬ですね、財布をなくしたかと思ってめちゃくちゃ焦りました。ガイドのね、あのバックパックの中に預けてたのを完全に忘れていて、でも見つかってよかったです。無事飲み物もね買えました。昨日飲んだリポビタンデーの、赤い版が売ってたんで買っておきました。一旦ホテルに戻ってねシャワー浴びたいと思います。はい、というわけでですね、川下りからカヤックから戻ってまいりました。かなりね、きつくて、想像の80倍きつくて、手の握力がないんじゃないかってぐらい、大変さでした。さっきもちょっと紹介させてもらったんですけども、昨日飲んだスティングの赤バージョンがあったので、せっかくならと思い赤バージョンも買ってきました。ちょっと赤バージョンね、せっかくなんで飲んでみたいと思います。あ、なんだろう、グミみたいな匂いする。アメリカとかで売ってるあのクマのグミみたいな匂いがします。クマのグミ溶かしたみたいな味です。もうちょっと汗だくで、川の水にもちょっとねバシャバシャ浸ったので、シャワー浴びて一回体をリセットして、でその後に飯を食べに行きたいと思ってます。あれから2時間経って夜ご飯を食べに行こうと思ったんですけど、なんかちょっともうめんどくさくなっちゃったんで、今日はもう夜ご飯食べなくていいかなって思っております。まあね、それがね、一人旅のいいところで、絶対にこれをしなきゃいけないとか、友達と用事合わせてなんかこうなんかしなきゃいけないっていうのが全くないんで、自分の好きなようにね、食べたかったら食べる、食べたくなかったら食べないみたいな感じで自分の好きなように決められるのがね最高でございます。ではまた明日お会いしましょう。